今回はドレス迷子さん必見、お式のテーマに沿って決めるドレス選びのポイントをご紹介します。ドレスショップテイクハート、レッツゴー。お式のテーマはたくさんあって、どれにするか迷いますよね。本日は王道、カジュアル、ナチュラル、アットホームに絞って考えたいと思います。まずは王道スタイル。王道なお式にする場合は、広がりのあるプリンセスラインやトレーンの長い A ラインドレスなどはいかがでしょうか。ご新郎ご新婦様がお座りになる高砂にゲストの皆様が集まってくれるスタイルであれば、主役のお二人は座っていることが多いので、ボリュームのあるドレスですと座った姿も印象的になります。対してカジュアルなお式にしたい場合、ゲストのもとに自分で赴きたいとお考えの方が多いです。せっかく来ていただけたので、一人一人同じ目線でお話ししたいといった方には、トレーンの短いスレンダーラインやエンパイア、ボリューム控えめな A ラインドレスなどがおすすめです。続いて、似ているようで少し違うナチュラルなお式にしたい方は、素材にも着目してみましょう。ハリ感のある素材よりも透け感のあるチュールやオーガンジー、レースなどのドレスにするとナチュラルに仕上がります。ナチュラル志向のお客様ですと、ブーケにも葉のグリーンを添えたものや小花を選ばれる方が多いので、全体的に柔らかなイメージになるドレスを選んでいただくと会場にマッチします。お食事を楽しみたいのであれば、肩にデザインのあるワンピースのようなタイプにしたり、ドレスらしい広がりのあるデザインで皆様の期待に応えたりと、様々なシーンが考えられます。ご家族中心の場合は、肌の露出が控えめなデザインを選ばれても良いかもしれません。ここまでいろいろなテーマに沿ってお伝えをさせていただきましたが、最終的にはご自身が着たいものを選ばれるのが一番です。選ぶ際の参考にしていただけると幸いです。なお、テイクハートではモーニングコートと乙女スレのレンタルも承っておりますので、ご相談ください。ぜひご試着お待ちしております。